ベザイ天宮は、長崎県新上五島町、有川郷に鎮座する神社である。また、当社に関連した、ベザイ天祭りも記す。焚きり姫神を祀る。漢文元年、後藤藩からの飛び入りを分地に橋を発した、有川湾におけるうな坂問題が起こった。当時の有川六花村の王将屋である、江口陣営門は、有川川に不利なままのうな坂問題について、五を、 富江良藩に訴え出たが解決することができず、状況を4年4月、江戸構想に踏み切る。江戸での裁定はなかなか決まらず、江口陣営門らは3度にわたり、江戸に登った。江戸滞在中には96社の神仏に焦燥、祈願し、元禄3年5月6日、ついに、有川川の焦燥の採去が下る。江口陣営門は焦燥祈願の96社のうち、 鎌倉部財店への信仰が厚く、少々後の帰郷の檻には分霊を奉じ、有川の牛虎の肝にあたる、浜地区のお小島に奉仕。有川村及び江口陣営門によって創業された、捕鯨組織、有川鯨組の守り神とした。またお小島を正面に見渡せる岩場に要配所を設け、その後現在の地に奉線した。浜、お小島明治41年。 同地区八幡神社に合詞された。米ザイ天祭りは1月の中旬に有川地区で行われる当社に由来する祭りであり、有川地区内の祝願行事の際にも披露される伝統芸能である。大漁や商売繁盛、カウン流星、五国豊穣クジラの供養などの祈願を5分から10分程度のクジラ歌と太鼓に乗せ歌われる。有川六が地区の各青年団と、 小中高校生によって行われ、早朝から、米在天宮や各地区に鎮座する神社を皮切りに、有川地区内の観光庁、商店、事業所を回り、午後からは、里回りと呼ばれるそれぞれの地域の全家庭を回る。里回りの終了は午後9時前後となり、このご青年団だけで居酒屋などの飲食店回りとなる。祭りの終了は午後11時前後になるが、 翌午前1時までかかる青年団もある。旧来、正月14日行われてきたが、少子化や青年団員の減少などを理由に、平成21年より1月の消防で染め式、翌週の日曜日に変更になったが、平成24年から消防で染め式を終えた、週の土曜日に再度変更となった。元禄6年に創業を開始した有川クジラ組では、 正月二日に仕事始めの仕出し式が行われ、夜半過ぎには四十数人の羽根差しがモルハダを脱いでエンジンをかき、歌に合わせて踊りを踊った。その後、組の重役を海に投げ込み発漁に船を漕ぎ出した。同月十四日は小正月でクジラ組によって、ベザイ天祭りが行われ、夜明けからクジラ歌の太鼓が鳴り響き、羽根差し踊りや数々のクジラ歌が歌われ終日、 にぎわったと伝えられる。明治後期には、有川における捕鯨も衰退し、別在ン祭り自体も自然消滅するが、昭和5年に長崎市で行われた長崎県青年団振興大会に、郷土民謡として別在ン祭りの鯨歌が紹介され、これを機に有川座とのご地区の覚醒年団により復活がなされ、有川の年中行事として定着する。なお、 ベザイ天宮の鎮座地である、浜地区はこれより数年早くベザイ天祭りを復活させ、青年団振興大会への出場を果たしている。平成2年のベザイ天祭りより、浜地区によって伝承がなされた西原地区も祭りに参加し、現在は6地区の青年団によって行われている。歌詞の内容は一部の歌を除き、西日本の保鯨が盛んだった地域に伝承される。 クジラ歌や、祝いめでたに告示している。再会、後藤地方に、最新の捕鯨法を伝えたのは、紀州や万州の人々であったとされ、有川クジラ組の就労者の中には、中国地方、四国地方、九州北部地方出身者も多く、それらのものによって、捕鯨の技術と共に伝播されたと推測される。また、19世紀中頃に、江口神右衛門の子孫が書き記した家伝によれば、 有川鯨組創業当初には、羽佐・助右衛門なる人物により数種の鯨歌が作られており、一部ではあるが、現在も歌い継がれている。概要有川地区には10曲の鯨歌が伝承されており、そのうちの5曲が現在は歌われている。歌の題名、歌詞の内容、歌の節、太鼓の叩き方等に、それぞれの地区に違いと特徴がある。 全地区で唯一共通するのが旦那様であるが、やはり歌の節や太鼓の叩き方に、それぞれの特徴がある。浜地区、西原地区に、ベザイテン、大歌、生歌、年の初め、旦那様の5曲があり、中筋、船津地区には、ベザイテン、旦那様の2曲があるが、近年、船津地区に、祝い幸い歌が新しく作られたので、船津地区は3曲ある。上、 有川地区には、前歌、中歌、大歌、両歌、旦那様の5曲があり、高崎地区には、別在天、中歌、大歌、旦那様の4曲がある。なお、上有川、高崎地区の中歌は伝承されている鯨歌の中にはない。ありがとうございます。